見てもなし。よし、行くぞ。ほら、おい、来た。愚か者、なめんなよ。俺のもんか。おい。なんだ。いや。んだと。なんだ。待てよ。おう。おい。はあ、手加減しねえぜ。俺の番だな。やめんな。見せてやるよ。やるか。俺の番ね。とっておき。見てこいよ。よいしょ。やんのか。行くぞ。頭くるな。どうするかね。ほら、来いよ。行くぜ。また強くなっちまったか。はい。
よ。ありがとうよ。俺の番ね。来てみろ。ザコが。ほらほら。いざ。やったぞ。ほら。俺の番か。
めんなよ。おい、来た。どう？なんだこいつ？変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。ち、やるぞ。死んだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ時期になれるさ。こんなのになれたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録。学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、何してんだ。あ、ああすまん。この辺でなかなか見ない輩だったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士、なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ、行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら行くぞ。ち、わかったよ。ここが俺の事務所、通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて
スジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。はあ。まあ要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでその筋もんのデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの異人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか？ああ、そう言われると答えらんねえな。だろ？多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに、今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで、一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ？まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくな奴がいればいいんだが。そういうやつが見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちに筋もんのデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか。お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？ああ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さて、あとは筋門の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。おう、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？赤か青か緑か。ああ、よくわからねえが、そうだな。
じゃあ赤で。赤だな。わかった。よし、お前らは赤のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。よっしゃー。手加減しねえぜ。俺の番だな。ほらほら来い。なんだ、やってやるぞ。やめんな。ほら取っておきな。やめんなよ。もう見せねえ。俺の番か。来てみろ。はい、行くぜ。ほら来いよ。やめんな。熱っ。よし、行くぞ。見せてやるよ。やってやるぞ。ほら、やってみろ。どうするかね。してみろ。やろう。ほら、ほら来いよ。俺の番だな。よっしゃ、勝ちだ。よっしゃ。一つ上の男。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。で、これで登録されるのか。ああ、ほらアプリを開いて見てみろ。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそうだな。それじゃあこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ、辻門マスター俺の番か。
めんなよ。ほら来いよ。じゃあ見てろよ。とっておき。どうした？俺の番だな。やるのか。どうするかね。くらえ。やってみろ。ほい来た。やるか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。
生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたらおやじさんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ！うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？はあ、ん？なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか？え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まああの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ちを追うぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。地方風俗反対、現金庁から撤退せよ。ん？ああ。お。おう。なあ、
おい。なあ。おい。よで、うん、はい。いえ。おい。おう。なあ。お？
はい。なんだって？はい。え？いや。なんだ？なあ、待った。
ああ、調子いいぜ。腰が張るぜ。